こんにちは。路人作竹内義美役「故郷」の3回目をお送りします「噛みつかないさすまたがあるじゃないか忍び寄って茶を見つけたらつくのさ」アンチクショ「安畜省利口だからこっちへ走ってくるよ」「そうして股をくぐって逃げてしまうよ」 何しろ毛が油みたいにすべっこくて「こんなにたくさん珍しいことがあろう」などそれまで私は思っても見なかった海にはそのような五色の貝殻があるものなのかスイカにはこんな危険な経歴があるものなのか私はスイカといえば果物屋に売っているものとばかり思っていた。 おいらとこの砂地では高潮の自分になると跳ねウオがいっぱい跳ねるよみんなカエルみたいな足が2本あって「ああルントウの心は神秘の宝庫で私の遊び仲間とは大違いだこんなことは私の友達は何も知ってはいないルントウが海辺にいる時 彼らは私と同様高い塀に囲まれた中庭から四角な空を眺めているだけなのだ惜しくも正月は過ぎてルントは家へ帰らねばならなかった別れがつらくて私は声を上げて泣いたルントも台所の隅に隠れて嫌がって泣いていたがとうとう父親に連れて行かれた その後彼は父親にことづけて貝殻を一つみと美しい鳥の羽を何本か届けてくれた私も一二度何か贈り物をしたがそれきり顔を合わす機会はなかった今母の口から彼の名が出たのでこの子どもの頃の思い出が電光のように一挙によみがえり 私はやっと美ししいい故郷を見た思いがした。思が私はすぐこう答えた「そりゃあいいな」で「で今どんな?」「どんなってやっぱり楽ではないようだが」そう答えて母は子外へ目をやった。 あの連中また来ている。道具を買うという口実でその辺にあるものを勝手に持っていくのさちょっと見てくるからね母は立ち上がって出て行った外では数人の女の声がしていた私は本路をこちらへ呼んで話し相手になってやった。 地はける「よそへ行くのうれしい?」などなど「汽車に乗って行くの?」「汽車に乗って行くんだよ」「お船は?」はじめにお船に乗って「まあまあこんなになってひげをこんなに生やして」「ふいにかんだ高い声が響いた」 びっくりして頭を上げてみると私の前には頬骨の出た唇の薄い五十絡みの女が立っていた両手を腰にあてがいスカートをはかないズボン姿で足を開いて立ったところはまるで製図用の足の細いコンパスそっくりだった私はドキンとした「忘れたかね?」。 よく抱っこしてあげたものだがますますドキンとした幸い母が現れて口添えしてくれた「長いこと家にいなかったから見忘れてしまってねお前覚えているだろ?」と私に向かってほら辻向かいのやんおばさん豆腐屋の そうそう思い出したそういえば子どもの頃筋向かいの豆腐屋にヤンおばさんという人が一日中座っていて「豆腐屋小町」と呼ばれていたっけしかしその人ならおしろいを塗っていたし頬骨もこんなに出ていないし唇もこんなに薄くはなかったはずだそれに一日中座っていたのだから こんなコンパスのような姿勢は、見ようにも見られなかった。今日はここまでといたします。ありがとうございました。